能登半島地震の影響で海底が隆起して漁船の出入りができなくなっている石川県の輪島港では仮桟橋の設置作業が進んでいます。輪島港では地震の影響で水深がおよそ 1.5 メートル浅くなりました。このため漁の再開に向けて荷さばき場と船の間の高低差をなくし乗り降りができるように仮桟橋の設置作業が進められ昨日は仮桟橋が固定されました。漁がした市場これだけじゃ足りないんですけどこれを第一歩にして早くしてほしいです。県では漁協などと協議して仮桟橋の追加の設置を検討しているということです。東北の被災地の移り変わりを一つのページに。能登半島地震では被災した輪島朝市の過去と現在、そこに生きる人の思いを伝えます。